初めてベトナムに来たパパ犬の妹のナナミとその家族、ダナンのリゾートホテルに大はしゃぎ。今回はダナンといえば海鮮ということで、一行は今からダナン名物の海鮮を食べに行くところです。うまいよ。なんかあそこバーで、いいね。夜2人で行ってきた。ゲンタ見とってあげる。直さないか。めっちゃ直さないか。あ、これかな。あ、違うか。レゴな。あれあれあれ。レゴ。キラキラな。もういい。めっちゃうまそう。ちょっと。あ、いいじゃん。あ、いいじゃん、いいじゃん。広いね。よいしょ。OK。ここで選んで。重さを測って買ってもいいと思う。多分。取ろうよ。タイ君。一匹捕まえて。オッケー。取ったことあるよ。これ。オッケー。そうなんだ。そうなんだ。わ、すごい。大きいね。自分で取る。今度は。無理やもん。危ないだって。cái này theo được cái ốc bòi voi. Vâng. Cái này nếu như mà gọi cái này á. Dạ vâng. Thì khơi khơi rồi. Sashimi. Sashimi. Sashimi với lại là sốt súp me. Súp me. Với lại là cháo. Cháo á. Cái lòng á. Cháo. Okayu ni ta ni suru ka sashimi ni suru ka. À, vậy là vậy là. Spicy na. À, anh ấy muốn ăn món cay, món cay. Cay hả? Món cay. Cay thì xào á. Xào sả. Xào sả cũng được. Xào sả. À, itamete mo oishii. Ok. Mechcha dekai yo kore. Dekai. Mi deka. Oishii. Chotto kore. Cái này 1.09 kg. Ok. Tabe de. Đó là cái con sushi chứ nè. Nhưng mà tabun cắt, tabun chích chắc nó ra đâu. Ok. Giờ これ cay. これ食べるの? Ok. Đây cái gì? これ やばい, これ何? ちょっとあれが, え? これ何? あ、なんとか貝よね。名前忘れちゃったけど。ミルガイってやつか。そうそうそう。ミルガイってこの大きいの? ミルガイじゃない? あ、そうなんだ。え、じゃあ食べたことあるのか? うわ、すごい。みんなで乾杯しようか。はい、はい、はい、ようこそベトナムへ。はい、ようこそベトナムへ。はい、あら、チャオ。あら、あら、ほんあ、フリーや。え、なんでなんで。オッケー、エンカモン。サービスだ。え、嬉しい。イエーイ。やった。ベトナム、やった。ありがとう。あ、なんと、なんとね。隣の人がさ、サイゴンビール飲んだら、めっちゃうまくないかも。サイゴンビールうまいよ。うん、めちゃくちゃ飲みやすい。うん、サイゴンビールめっちゃうまい。もう、爆盛り、爆食いしようよ。爆食いする？やったー。おいしい。さて、今日長いこと移動してきたんだからさ。いや、なんか急に疲れが取れたわ、ここ来て。え、なんか取れたの？え、でもわかる。ね、なんかさっきまで眠気があったけど。あ、うまい。私のさ、私のうまい。ここにある、ケンタ君。ティッシュある、ティッシュ。ありがとう。あ、おいしい。おいしいですか。カイ君、一番好きなベトナム料理何？え？何やろ。あ、でもなんかやっぱさ、なんか何これ、レモングラス？レモングラスの香りが効いてるのがベトナムっぽい。そうやね、そうやね。ハマグリの酒蒸しだったら日本にもあるやん。うんうん。これレモングラスいらねえな。まあでもさっぱりしていいよ。でもこれあの酒蒸しになるとね。でもね、このあさりすげえ味があるね。うん、味が強い。カイ君、これあさりでしょ。カラーあさり。うまい。うまいね。
杯飲めない。こういうのね、風邪治るから。治りそうやね、確かに。レモングラスは食べれないよね。うん。これ。食べなくていい。あ、そうなんだ。うん。硬いもんね。食べようか。食べたいこれ。イカイカ、元ちゃんイカいっぱい入ってるわ。美味しいさ、美味しいよね。美味しいさ、美味しいよね。うん、食べなくていいよ。チャーハンいただきます。あ、コーンあった？なんかすごいニンニクの匂い。めちゃくちゃ美味しい。あ、こっちのニンニクね、これニンニク炒めにしたから。めっちゃうまい。カイ君取ってくれるパパに。あんこ。めちゃくちゃビールと合いそうだよ。うん。美味しそう。やっぱ日本で食うのと全然違うわ。そう。これ太い。これうまい。これこれいいね。あ、これ？うん。うん。美味しい。ニンニクがすごい効いてる。うん。小学生バージョン。こんなに。パパ、チャーハン入れて。いや、俺やってる。はい、どうぞ。ねんねん。美味しそう、これも。こういうのうまいよ、ベトナムの。美味しそう。焼きそば。やばいわ、めっちゃくちゃ、満足感がやばい。うまい。今のうまい、あの鬼滅の、あの鬼の肉みたいな。なんだっけ、あの種類。え、このニンニク炒めやばいよ。毎日食いたい。うまいよね。めっちゃうまい。いいで、スプーンで食べたら。あ、間違えた。こっちで。あ、いいよ。その辺に置いっしといた。いいよ。何が、まずかったらどうするか。やっぱね。うますぎてもう。あ、これかける。うん、これかけた、ナナミは。これちょっと垂らすとうまいよ。めっちゃうまい。醤油みたいなのかけると。垂らしてみよう。うん、うまい。これは、これの絶対なる。あ、おかゆこんなに大きいんだ。すごい。これは何？無計画な。これはあの玉ねぎを揚げたやつ。食べようか。つるつる麺麺。ついじゃなくて、ついじゃあげて。パパティッシュ。ティッシュね、カイ君取ってあげてティッシュ。人参さんもね。あと何じゃん、かい。すごい、海鮮盛りだくさん。おう、うまっ。なるよ。けんちゃん、チャーハンめっちゃ、これめっちゃうまいな。何が、私チャーハンも食べてないからさ。とんでもないことになってるじゃん。すごいね、食べたがま。これやばい。写真撮ってあげる。一番美味しい、今のところ。いや、通信さんはやっぱりな、とんでもないレベル。皆さん、はい、みーちゃん、辛い、辛い。これ何？辛い、あのさっきの貝の炒め。うまそう。あ、ミルガイ。ミルガイ、ミルガイ、そうそうそう。へー、美味しそうやね。なんかすごい匂いがいい。あ、これがミルガイ。うん、伝説の。伝説の。辛いよ。色が全然食べれるの？辛いよ。ね、ベトナムってみんな箸がこんな長いの？長い。そうそうそう。ベトナムの箸長い。うん、カトシ君の勢いがすごい。勢いがすごい。ありがとう。はい。本当に風ですかね。いや、うまそう。俺ベトナム住めるね。ベトナムご飯うまい。うん、うん、本当に。これタイなんだ。ホルモンみたい。うん。うまっ。うん。おいしい、これ。辛い。
わぁ、わぁ、うわぁ、うわぁ、うわぁ、これ余裕じゃん。うわ、やばい、やばいじゃん。でかやばいね。これは美味しそうだよ。美味しそう。チーズ何がやる？うん、チーズ、一つはチーズ、一つはムス。チーズ、こっちムースで、こっちチーズ。チーズやだ。あ、かだ。あ、かっちゃおう。わ、おいしそう。あ、ちょっといいね。先に写真撮って、でカットしてくれる。あ、本当に、うん、え、すごい。写真にじゃあ撮っとく。ニュープレート、プリーズ。ニュープレート。プレート。1? あ、ノー。6。これもさあ、じゃあ、3人で行くよ。やばいね。3、2、1。ちなみにこの伊勢海老が 1.2 キロで252万ドンでした。そして一行は2日後、ナイトマーケットでの価格差に驚愕するのでした。わお。わお。わお。なんだこりゃ。This off? うん。食べよう。わお。レンちゃん服やばいな。やばい。おいしそう。やばいよ、りんちゃん。すごい。熱い？プリプリ。プリプリというか、歯ごたえがすごい。最後食べる。うん。おいしい。うまい。まだあった。爪の部分や。爪だけでこんなにあんの？あ、これバターだ。あ、そりゃ手がかかるわ。伊勢海老ってさ、うん、高いの日本だけ？ベトナム？いやいや、ベトナムも高いよ。俺もいくらか見てなかったけど、俺は。いくらなんだろう。俺は値段見てなかったけど。日本と同じぐらいの値段。同じかもっと高い。日本よりは安いと思うけど、でも結構高いよ、ベトナムでも。これ普通のやつで、味噌あるの。うん。これも。全然わかんない。さっきまで。プリプリがすごいです。プリプリが。足がめちゃくちゃプリプリ。大皿でこれ食ったの今すんだ。カットで。美味しいね。これ美味しいね。よっしゃ。うまっ。めっちゃ YouTube。これうまい。うまっ。じゃあこれ食べてみるか。あ、そう、これ食べてみて。面白い味がする。レモングラスはちょっと避けて。これは、うん、食べて、それ美味しい美味しい。唐辛子？いやいや、それも食べれるよ。一緒に食べると美味しい。レモングラス、これ。それパプリカみたいなもの。パプリカ。うん。感想は？感想は？辛い。え？いや、うざっ！ニヤーっとしてます。うざっ！あれ、俺ずっと気がついたらカメラ回ってた。だってな。ななみは、はい。うん。不安やった？うん。ベトナム人よく子供をああやって遊んでくれる。だって日本やったらさ、うん、連れ去りやん。大丈夫。だから気づいてと思ってさ。バイバイ。お、飴もらったよ。めっちゃ不安がっとった。ななみがおもろかった。母親の本能が、母親の本能が。でベトナム人は本当に、ね、他人の子もすぐにプププププ、ね、いいよね、うんうん、すごい。俺はなんか嬉しいよね、うん、全然いいんやけど、だけど、うん、ケンちゃんがそうキュートだからね。可愛いからね、いいことじゃん。鳥もらったの。よかったね。よかった、よかった。
かったよかった。心臓が止まりそうだった。マジ？いい体験したねでも。美味しかったね。美味しかった。気をつけてよ。バイ。バイク。ゆっくりだよ。あれ、あそこ通ったらハート。ダメ、絶対ハート通っちゃダメ。おいいね。タタタタ、タタタタ。いいです。どれだか。押して、バイク。よし。リンコンプラザ、リンコンプラザ来ました。ここでちょっと買い物、スーパー行って何か食べ物買いたいと思います。その後、みんなでスーパーで買い物をしてホテルに戻りました。次回、初めての文房具へ、そしてワインセオの美味しさに感動。もいぐい、海鮮ビデオ、にゃー。